まず最初にゲームが動いたのは立ち上がり2分ボラのこの素晴らしいミドルシュートでした。そうですね、得意のフェイントからのシュートでしたけれどもね、はい、コンディションの、ね、良さがうかがえるシュートだったと思いますけれどもね、ボラ選手大活躍でしたね今日はね、はい、浜松もチャンスを作ります。これはコーナーキックの流れから最後前どんちか、いや中村のシュートというシーンですね。これね、こぼれ球への反応でしたけれどもね、この辺の、ね、キレっていうのはね、さすが中村選手ですよね、はい、浜松もすぐに同点に追いつきました。ただ17分、隅田はこの浮き球のボールがラインを割ったかどうかというところで諦めなかった、まあ、この宮崎見事な勝ち越しゴール。この辺の、ね、反応というのは、ね、宮崎選手らしいところですけれどもね、はい、またねしっかり結果につながるところもね、さすがなっていう感じがしますね、でさらに19分、この前半の追加点が大きかったんですが、折り返しに再び宮崎、今日ね岡村選手のアシストこれだけだったんですけれども、あの非常にね前線でね、あのしっかりキープしてね、攻撃の起点になってましたよね岡村選手、はい、前半は3対1で折り返します。で後半に入って、これはまず諸江の右足のシュート、ポストを叩きました。かわしてからねすごい速かったんですよね、はい、ボラ選手より速かったんじゃないかなというぐらいですね。でこれはまたボラが仕掛けてポストを叩くシュート、ちょっとね切り返しミスしたんですけれども、この辺のね左右の揺さぶりが今日効いてましたよね個人技でね、はい、で浜松もこの新井のシュートがありました ね、矢沢選手いいセーブでしたよね、はい、で後半10分前どんち、やっぱりパワーありましたね。そうですね、左足の、ね、シュートがゴールを襲いましたけどね今日はね、はい、これはコーナーキックから松浦が狙って最後は押し込みま す、 ですね。でこれでまた1点差となったんですけども、後半14分にボラがまた突き放します。これはうまかったですね、これも岡村選手のアシストでしたね、はい、そプレーを起点にトラップした足をそのまま軸足で踏み込んで素早くトーキックシュートっていうね、技術的なゴールですよね。でこれは関節フリーキックから浜松がまた松浦が決めて、その差を縮めたというシーンです。本当に粘るんですよね浜松ね、はい、ただねちょっとねこのパスがね残念でしたね。後半の19分、諸江健吾のパワープレー返し、これが決まって5点目となりました。なかなかねパワープレーでこうチャンスがね作れなかったっていうところの中で、やっぱちょっと引っ掛けちゃいましたね、はい、